スレチコカタネッツは、スロベニアリブラナ出身の、元ユーゴスラビア代表サッカー選手、サッカー指導者。ゲンウズベキスタン代表監督。選手時代のポジションは MF。イビチャオシム元サッカー日本代表監督の愛弟子。1979年に、ユーゴスラビアの NK リブラナでキャリアをスタートするが、1981年に、同じ街のライバルであるオリンピアリブラナへ移籍。 その後、ディナモ・ザグレブ、パルチザンベオグラードを経て、1988年に、ドイツのシュトゥットガルトへ移籍。その年の UEFA カップで、決勝進出を果たし、ディエゴ・マラドーナ要するナポリと決勝で対戦したが、結果、準優勝に終わった。翌1989年に、セリエ A のサンプドリア移籍。翌シーズンのリーグ優勝に貢献。 1991から92シーズンには UEFA チャンピオンズカップで決勝に進出し FC バルセロナと対戦した結果準優勝に終わったまたユーゴスラビア代表として1984年のロサンゼルスオリンピックで銅メダル獲得1990年のイタリア W 杯に出場元日本代表監督のイビチャオシム率いるチームの下 ドラガンストイコビッチらと共にベスト8進出に貢献した。1994年に選手生活を引退。U-21 スロベニア代表やヒットゴリツを率いた後、1998年に34歳の若さにしてスロベニア代表監督に就任し、ユーロ2000、2002年の日韓 W 杯へそれぞれ初出場に導いた。また日韓 W 杯では、 初戦のスペイン戦終了後に当時の主力選手であったズラトコザホビッチがカタネッツを批判したため代表から外している。その後代表監督を辞任。ギリシャの強豪オリンピアコスの監督、スロベニアサッカー協会のスタッフを経て2006年からマケドニア代表を率いる。ユーロ2008予選ではイングランド代表と アウェーで引き分けるなど検討したが、2009年4月、主力選手のゴランパンデフとの対立と代表チームの雰囲気悪化を訴え辞任。同年6月、UAE 代表監督に就任したが2011年9月に解任された。2018年9月、3年契約でイラク代表監督に就任。AFC アジアカップ2019では初めて。 決勝トーナメントに進出し、2022FIFA ワールドカップアジア予選では最終予選に進出するなど結果を残したが、2021年7月6ヶ月分の給与未払いを理由にイラク代表監督辞任を表明。2021年8月27日4年契約でウズベキスタン代表監督に就任。ありがとうございます。